見張りと土掘りの終わる日を待ち、こんにちは、ピーです。ワイズゼロドーン、メインクエストの呪われし闇、損傷したトルネックを見つける。これさ、やっくんよね。少しずつ倒していくの？あ、そうかな。この人ヘッドショットで大体、あ、バレてる、バレてる、まだ鍵もない、やられてる、気をつけて。やばいかも。やばい。やばかったね。あ、バレてるよ。うわ、バレてたよ。うわ、ガッディ押しできないじゃん。ブルージェンが最後にできない。なんだ、やべえな。ほんと設計戦、このゲーム難しいよね。あ、ダメ。マジか。え、どうしようか。どうする？難しいさ。古代の機械を掘り出せば掘り出すほど私たちは強くなる。時は満ちます。時期にね。それだ。あれ、もう一人で落ちた。昼も夜もずっとバカ。まずこの夜、あ、もうバレてる。なんでバレるの？影のために血を流せ。え、バレてる。え、どうしてこうなるの？わあ、すごい壁なんですけど、無理だよ。団結して戦いましょう。逃げろ逃げろ。逃げ切れるのか。え、待って待って、これどうに当たるの、これ。マジか、渡れなくない？うわ、これか。逃げ切れるのか。大変なことになってるよ。こっちでいいのかな。え、なんだろう。こんなことやってる場合じゃないよね。よし。え、なんだここ、え、なにここ。いじめのようにあるぞ。え、どこ行ったみんな。え、眠りが訪れる時はあの日のことになるなよ。お前と握りを交わした日のこと。お前が、え、なんでバレないの。バレたバレた。え、これもそう。やばいって。ちょっとダメージ受けるから痛いよね。やばいってやばいって。どこ行った？いや、マジか。ちょっと行こう。ゴリ押しすぎなんですけど。え、これさ、どこ？行き場所がない。え、何やってんの？あれ？なんだろう、なんか、イメージしてなかった、今。これか。なの？これ、跳ねちゃうよね、この人。シャドウの次だ。壊さないと見れないもんなの。やばいって。待って、やっぱやばいんですけど。なんだあれ、今のは。なんだ、
だいるか。もういなくなってないか。まだまだいる。あれは採掘作業。レベル27。引き回されて。引きずった後、門に続いている。門に感激。またちょっとご利用しちゃったけど。他の道を探せ。倒さないとさ。いっぱいだって。倒さないと見れないよね、さっきのファイル。ファイル？これだ。これは取っておこう。結構回復なくなっちゃったな。ここはなんだ。気にするな。データポイントがいくつか。これ使うべきなのかもね。やっぱ端から行くか。我が王イターメン様が母に甘やかされ、弱いままでは太陽から真の学びを得ることはない。殿下を導こうにも母親の影がまとわりついていた。ある日私は殿下に広場の生贄の儀式をお見せした。だが殿下は興味を示さず、目をそらす殿下に太陽を見なさいと言った。目を覆ってはなりません。あれこそが絶対的存在と。ある時は生命を育み、次の瞬間命を奪い去っていく。その光はいかなる者の肌をも焼き焦がす。哀れみを見せることなどない。それこそが三王のあるべき姿であり、お父上の姿なのだと。だが私がそう言うや否や、あの女が殿下をローブに隠し、そのお顔を胸にうずめてしまった。見ることもできぬ王が統治などできるものか。毎朝同じ悪夢で目が覚める。同じ現実で。聖なるメリリアンは愚者どもの手に落ち、堕落した。毎朝同じ悪夢で目が覚める。毎朝同じ悪夢で目が覚める。同じ現実で。聖なるメリリアンは愚者どもの手に落ち、堕落した。導きの塔、心を貫くまばゆい光のように空高くそびえ立つ塔。亡命の地で迎える朝は過ちの印だが、その日は近づいている。この手にメリリアンを取り戻し、愚者を皆殺しにし、真の王が王座に復活される日が。私は天啓を成就する手となるのだ。私は選ばれし者ではないと。
まばゆい信仰の光が闇を切り刻むのでは。この悪魔は滅ぼすべきではないのか。しかしバハバス大聖師の予言に導かれ、私はその考えを改めた。真の三王が殺されたことで宇宙の断りは乱れてしまった。世界は闇に包まれる。破滅だ。時の流れをあるべき姿に戻すには、太陽と信仰だけでは足りぬ。全ての力を束ね、自然界は大義のために一つとなる。影から太陽へ、夜から昼へ、埋もれし影さえも移ろいを求めている。空に太陽がなければ影は生まれぬのだ。太陽は哀れみを見せぬ。だがなお、妻がお産で命を落とし、まだ見ぬ我が子さえも失ったその時、私は己を哀れんだ。陛下は気づいておられた。だが私を哀れむのではなく、輝かしい栄誉を与えてくださったのだ。王族の眠る神聖なる祠に家族を埋葬するよう仰せつけたのだ。信じられるか。我こそが太陽神に選ばれし者だと疑うまい。そして二度と哀れみなどという心は持つまい。己に対しても決して。眠りが訪れる時はあの日のことを考える。お前と契りを交わした夜のこと、お前が眠った後もその美しい顔を見つめた。だが美しさよりその儚さを憎んでいた。胸に込み上げる怒り、私は二人を包む柔らかいベッドさえも嫌った。それにあの部屋、漂う香の匂いに、カーテンの繊細な刺繍、どれもこれも儚い。私はベッドを抜け、窓を開け放ち、床に裸で横たわり、癒しという誘惑を拒絶すると決意した。だが翌朝目覚めると、お前は寒い中裸で隣に寝ていた。隣に寝そべるその体はまるで石の彫刻。お前は目覚めた。まるで獣が攻撃に身構えるように。ただ無言で、言葉はいらなかった。二人は共にいる定めなのだとお前が教えてくれた。では、ここ、これ？よし、ああ。よし、確かに盲目的な狂信者だ。お前にはない集中力はあるようだがな。トールネック探しはどうなっている？トールネックを引きずってくるには楽じゃないはず。どうして？ともかく見つけて登るんだ。モジュールを破壊してできるだけ早く脱出しろ。爆発が鳴り止まないな。慌ただしい。ならば気づかれることもないだろう。見えた。周りを何かで囲んでるみたいだ。あ、登れ。なるべく早く終わらせるぞ。こんなの。どっちこれ。絶対に間違ってる。全てが過ちだ。さあ早くモジュールを破壊しろ。いきなり間違った。ダメ。え、あ、これだよね、ほら。あ、何かにくっついて、修理してるのか。え、なんだ、これ。ああ。2でもね、これ何箇所か、クリアしたけど。モジュールがある。何箇所かクリアしたよ。さあ、急げ。まさかこれがハデス。アーロイ、何をしている？鉄の悪魔なのか。モジュールを開けるんだ、早く。アーロイ、私の言った通りにするんだ。
うわ、なんだ。嫌な、嫌な予感がするけど。あの者がここに来たのか。これは全て計算間違いだ。あの者に私を破壊できるはず、到底手を出せるはずがない。ああ、そうかもな。でもこれならどうだ。すごい数だよ。結構長いから、待って、また死んじゃう。
で、ここからは四角じゃなくて、ここで三角。よし。オッケー。で、うわぁ。うわぁ。びっくりだよ。苦戦はしたがよくやった。ハーデスがいると知っていて私を送り込んだのか。確かに危険にさらしたが、そうするしかなかった。だがそのおかげで我々はゼロドーンの秘密を手にする鍵が得られただろう。もう二度とお前を信用しない。結構賢くなったということだ。信用は脆いもの。砂のように移ろい崩れ去る。その上に関係を築くのは愚かだ。だが自己利益ならば強固な基盤となり、そこに新たな知識体系を築くことができる。答えが欲しかったんだろう。あともう一息だ。お前のおかげでな。落葉の砦でまた話そう。あんたという人はクソ。フォーカスを捨てて縁を切れるならそうしたいとこだが、捨てるわけにはいかない。落葉の砦、そしてゼロドーンへ。あ、またメインクエストをクリアで、また新しいの追加ですね。どこに行くの？なんか違うな。ワープしちゃっていいのかなこれ。うわ遠いね。まだちょっと時間は早いもんな。この辺で、ここにもクエストがあるね。あ、肩に捧げる狩り。これあれか。どうしよう。向こうに向かおうか。メインクエストだよね。間違えちゃった。21、さっき27って出てたよな。スキルポイントはあるけど、これ何振る。あ、6あればよかったのにね。これはもうここまででいいよね多分。容量は 20% でしょ。これもいらないと思うんだ。これあると便利だけど、あんまり乗らないからね、私。チャージャーに。これか。多く収集できる。これも結構欲しいんだよね。こっちはね、かぶせちゃうからあんまり必要ないかもね。あの、コイル入れ替えね。まだそんなに武器も持ってるわけじゃないから。マックスが出ればね、もちろん使い回ししたいけど、今のところマックスのコイルも出てないから、後でもいい気はするけど。そしたら、これか。同じ矢の量。この二つかな。これは？また機械からまだもっと、さらにがあるんだ。これもいらないって言ってたから、まずね、これいらないと思います、私はね。で、ここが微妙、欲しいかなと思うのと、これはちょっと考え中で、これはなんかいらないって攻略サイトに書いてあったような気がするな。はい。これはここの二つはいるけど、あ、これもいるのか。これね、これはあんまり結局接近せよ
使うメインで使わないからほとんどね、これは必要ないっていう解釈の攻略サイトもあった。これは必要だって言ってるな。うん、リロードもっていうのはあんまり書いてないな。ここは結構書いてあるな。精神統一、うん、これ欲しいかもね。え、これ何かな。あこの辺だね、あとね。うん、これはいらない、そうだね。え、ここ欲しいよ。これもいらないんじゃないって書いてあったな。この、ここはなんかいるような気がする、回避の。ああ、まるで短いローリング。長押し長いローリングするのか。あ、これ便利だよね。でも、素材がね、欲しいから、やっぱりこれかな。あれ？あ、これ2だったのか。じゃあもう1個取れるよ。どっち？こっちじゃなくてこれだね。いや、待てよ。これ何取った？これか。あ、これもね、取るべきなんだよね。でも、普段はこっちの方が効くよね。多くなると違うんだ、意味がね。同じような材料が、これの方が効くよね。で、あとは機械の部品よりこっちかな。はい。どこに行ったっけ。え、なんだっけ。ここも行っときたい気がする。ちょっとここ行こうか。そっか。ああ、ちょっと悩んでるうちに、時間経っちゃったし。だよ。ここに行ってみようじゃん。確かにね、クエストをやらないとね、後でね、また、厳しくなっちゃうから。え、ここそんなにある ?100 だわ。こっちだ。え道がなくない？え？違うな。え？え、どこにある道が？右だ。これか。え、右に道がある？え、これ道？道なのか、これ。え？下だよ。これか。何があるのか、これ。あれ、たくましいけど。どこに来た今。いいのか。え、死んでない生きてる。え、何ここ。すごい高いんですけど。え、何これ。やばくない。どうに降りるのこれ。あ、だってダメージ。あ、すごいダメージ受けちゃったんだけど。何これ。え、マジか。ここも死んじゃいそうじゃん。どうするの。ほら。どうやって降りるんだろう、これ。ここから。何ここ。意味がよくわからない。そうだよね。何か回っていけないのか。あなた誰？ゲートから離脱ってどういうこと？え？何？今なんか出たじゃん、ゲートから離脱ってどういう意味ですか？こっちだよ。え？これ出れないよね。こっちか。こうか。これじゃないんだよ。
左に行くんだから。これしかないよね。で、どこにいるんだっけ。出ないよ。これどこにいるの。飛び込めないよね。水あ、ここにもあるわ。なるほど。今透き通ってるのがいたよ。透き通ってる。あれやばいよね。怖。レーダーよ。どこ？あれ？どこに行く？あれ？あれ？何が？なんかクエストなんかあったよね。どこ行っちゃった？あれ？地中に眠る。違うな。あ、ここだ、ここか。ここ、ここ。奇妙な提案。ああ。あのおじさんか。そのうち使う。なんか塔があって、塔に登って持ってきてくれって言ってたやつね。すごい遠いじゃん。自分で来いって感じだね。こんなと、あ、また、いや、いっぱいいるじゃん。これどうするこれ。ちょっと待って。すごい。ここだよ、これだよね。なんでこういう、位置取り？あっちゃ、いや。あれ？見て、みんな逃げる。あ、これ逃げるやつかな。何かに隠れる。あ、なんか罠仕掛けてあるな。どういうこと？あの、誰かが戦ってるよね。誰かがいたいんだね。行きましょう。どこだ？もうちょっとだ。あれ？どこだ？あ、まだ向こうだな。あれも、あれ？ちょっと戻ってないから、やっぱり。違うな。どれ？これか。これだよね。右だ。右に何がある？あるね。塔はあるけど、フレームもあるな。焚き火もどこかにあるな。焚き火。あ。私を探してるんだ。マジで？焚き火はアクティブになったね。オッケーオッケー。で、この方、この辺？どこ？どれどれ？姉さんの黄昏。高くて手が届かない場所を見つけ、どれだろう。これだよね。フェルナンドを信じるならだけど、高くてどういうの。これの、これ待って、こうか。マジどこ向こうか。どこ？行こう？どこに登れるところがあるんだ。
あれか。あれか。どこかある？ん？え？なくないか？あるかこれ。どこ？どれだ？驚いたな。本当に何かあるかって。やっぱりからか。槍の娘。やっぱりな。見つけたか。ほらどうだ、待ち伏せには最適の場所だ。さあその立派な槍をこっちに投げ落とせば命は助けてやる。命は助けてやる。私のことを知っていて私の腕も知っている。なのになぜうまくいくと思うんだ。勝ち目はあるさ、捕らえろ。なんで来たんだ。え？外した。何これ。え、倒すと逃げる。どういうこと。あーって落ちちゃったじゃん。うわ最低だよ。え、マジか。なんで落ちちゃう。罠にはめられたってこと。ひどい人だな。娘、やっぱりな。見つけたか。ほらどうだ。なんで来たんだ。あ、暴れはしないんだね。これで息の根を止めてやる。え、なんか撃たれたよ。やばい。なんでだよ。なんか遠いな。ひるむな。上にいるか。集中しろ。
さ。今ので最後だ。でもフェルナンドは逃げた。きっとメリディアンの波止場に行ったはず。メリディアンの村で？回復。ちょっと待って、そっか、回復薬追加されちゃうよね。回復薬ばっかりだ。いや、結局さ、これ、何もなかったの？これメイリアンの、これ、あ、違うな。これか。ん？違うじゃん。今ここだよね。え、どれになってる？これメインクエストだね。あれ？サブクエストだっけ？あー、これだ。どこ？メリーダー、これか。はいはい。じゃあもうここは、いいよね。はい。うん。メリディアンの村っていうのがあるのか。お前か。あ、これならどうだ。指を切り落としてもいい。あ、手でもいいぞ。あ、左腕でも。それで精一杯だ。なんなら広めるそそられる。だがひねくれたお友達全員に伝えておけ。私と槍にはこれ以上関われなと。もちろん伝える。でも俺は何て言えば。お前は命からがら逃げ出したと言え。作り話は得意だろ。それと二度と私の前に現れるな。ああ、分かった。俺たちはもう二度と会うことはない。だといいけど。あんたと槍にはもう誰も手出しはしない。こいつずるいやつだ。え、終わったんだよね今のクエスト。サブクエストってね。ああ、これか、奇妙な提案ね。あ、それで、もう何個あるこれ。一個だけか。サブクエスト。そうだね、これだけだね。あ、これ子供は違うな。あ、どうと何メインアタックサイドクエストか。あ、子供いなくなっちゃったやつね。あら。あ、これもだいぶ前から受けてるな。で、メインクエストがこれね。え、どれだ今。これか、これが。あ、ロープを調べるね。あ、でもちょっとね、時間が。ちょっとね、時間がだいぶ経っちゃったから、今回ここまでにします。あとまたサブクエストかメインクエストかな。はい、じゃあまたです。バイバイ。